はい、チョキタ太郎です。まあ、朝からね、本当にあんまり良くない話というか、えー、どういう説明したらいいんだろう。うこの男は、えー、2007年とか、まあ、2000年前半から、えー、子供、女の子の子供の女の子をこう、刺したりすることを頻繁に繰り返している犯人が、なんと、えー 岡山県内の殺人事件で、無期懲役を受けていた男が、別の事件の、をほのめかす供述をする、しているっていうことで、分わかってきたっていうことなんですよね。なんかこれね、YouTube 的にこういうことを子供の事件のこと言うとダメになっちゃうからいけないんだけど、 岡山県警が逮捕して2018年にも一審二審で無期懲役を判決して昨年9月に最高裁が上告を棄却,却判決。それまではこうしただったんだけどもう、えー、判決が出て刑務所に行ってる中で、えー、隠している犯行をい言い出したんだよね。うん。で、過去にもこの えー、事件を起こしているんだけど、父親がなんと警察官なんだね。うん。兵庫県警の。こうなる前に、早い段階でもっとわからなかったのか、と。ね、いきなり女の子のお腹を刺すとかって言って、懲役だったり、そういうふうになってる。2件、3件ってやってるんだけど、私の経験からでも本当にまだこれ鮮明に初犯の時覚えてるんだけど、何回も話してるけど、私と、 分類センターが一緒で、私の一つ前なのかな名前も顔も覚えてるけど、まあ、な、あえて言ってもしょうがないんで言わないんだけど、変なやつだったの、とにかく。動きも変だし、態度も変だし、挙動不審だし、で、その当時っていうのは何やってきたかっていうのが分かっちゃうんで、えー、A 政府になったら同期の奴らがいるから、いや、こいつ、幼女にいたずらだよ、みたいな話になって、なんだよこいつっていう風になってて、でも喋れないからあれなんだけど、とにかく言動がおかしい。 もう喋ること、行動、ええー、あの、まあまあまあ、その漫画が悪いわけじゃないけど、普通は漫画何十巻、全何巻みたいな、何十巻っていうのをもう、捨てりゃいいのに持っていくって言い出したり、うん。で、私の対面の車房が、なんで、トイレにまたがって反対向いてやってんだよね。こいつおかしいなと思う ね幼女にいたずらして8年ぐらいの罪で来てたの。で、裸検診で見るじゃない。体中かきむしって、もう切り傷だらけだね。だからそれって自傷行為になっちゃうからおかしいんだけども、これ昨日今日のじゃないのよ。すごいの。体中をかきむしっちゃって。うん。 そういう風、もう本当になんか、あの、日野秀史先生に出てくるような顔の、顔なんですよ。なんか目が。うん。で、ずっと頭に印象にある、今当たりに覚えてるけど、8年ぐらいの懲役で出てきて、私がまた、新聞見てたら、そいつの名前で殺人って女の子。 ほれ見ろやるじゃんこいつって。絶対出しちゃダメなんだって思っててみんな言ってたのに出してやっぱりそうなる。だこいつもそう。ね。だから、この子供にそういうことを危害を加えるやつって必ずまたやるから、それでも、ね、最初何年かの刑で出しちゃってるわけでしょで、最終的には野放しにしてこんなことになってるんで、こういうのは子供に、で、この、 で、テレビとかで見てた動機っていうのは、自傷行為なの、こいつも、最初は。自分の腹とか刺してたりして、あもう自分の腹は刺せれないなって言って、本当に非力な、もう圧倒的に自分より体力のね、あの、ない小さい子供の刺したり、で、その違う服に滲んでいくのを見て面白いとか。うん。そういう風な性癖なんですよ。 ねえ。ほんで最後、もうここに来て、まだ事件化になってない子供の殺人事件をほのめかす。要するに、どっか頭が行かれてて、もう無期懲役になって先がないから、こういう刺激的なことを言えば、周りはね、騒ぎ出す。もう一回警察に行く、調べるっていうことになるっていうことなのかもしれませんけど。まあ、無期懲役からまた殺人が出るよね。 死刑判決になるっていうふうにはなると思いますけど、このまま勇気のわけはないんで、で、えー、遅い時にできた子供で、親は警察官ですごい可愛がられてきた。どっか何か歪んだ性格で、えー、自傷行為。自分に向かってるのはいいけど、弱い女の子に、その、吐け口が向かって、もう快感を覚えてやめられなくなった。 うんまあ、よくこの未解決の事件が多くあってバレなかったなっていうことなんだけど、うん、親のね、職業とね、こいつの、その、やれたっていう因果関係がね、わからないで何とも言えないんだけど、なんともすっきりしませんわね。 えー、本人がね、子供の時にいじめられていたっていう報道もあれば、逆に、えー、体にね、体の不自由の子たちをいじめたりとか、うん。そういうこともしていた、うん。同級生の障害のある子をその子をいじめていたっていうような話もあるわけで、何が何だかよくわかりないんだけど、うん だからこいつ、この男が傷つけた被害者の女の子たちは何人いるのかわからないと。ねえ。だから未解決事件も含めてね、まだまだやってるんじゃないかっていう話もあるんで、これが。まあ、どこまで本人がね、きちんと喋るかわからないけど、ひょっとしたらこういうタイプは、 どうだ、すごいんだって、すこしに出していって話題になることを快感に得てるのかもしれないけど、まあ、一生生きてね、出られるわけじゃないんで、うん、早い、早い段階、じゃあ死刑執行されたいのかな死にたいから言ってんのかなそれだったら長く生かしたいしね。うん、苦しいんで。でも、これも、この男もエスカレートしてやめれなくなった。私が知ってるのもいるわけ。 で、こういう事案ってよく聞くんで、えー、子供のそういう犯罪を起こすやつ、やっぱり GPS 装着とか管理っていうことをしなきゃいけないんだと思うんだけど、そういうこと言うと人権派のね、弁護士さんの人たちがなんでってなるけど、もうこれ、そんなこと言ってられないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、最近。うん。ねえ。これをどう、 解決する方法がない。もうやるんだもん、またそういうのって。やっちゃうんだもん。ね私もそれを実地で見てるし、ねあの時はもうぶん前で殺人事件だったけど、うん。もう出てるのかな。いや、そんなことをしたらまた被害者が増えるだけ。ね この性犯罪者の GPS 装着とか管理ってことも,も考えなきゃいけない風になってきてるんじゃないかなっていう風うに思います。以上です。